わさぐらさわさぐらさわさすあいわさすはいあいわさすどうさんあわさすーぎゅさんあわさすはいわさす今日のいいことはですねあはい26歳に見えますって言われたこと。まあいひひ言うて持ってるやん。ちなみにそれ言われた時の反応もそのいひひって言ったん。いやもうな別にうちな言うてすいませんけどもなんか言われ慣れてて若いなっていうのはだからなんかそんなすかしててんけどその場ではすかしててんけど。はい私のいいところはいどうぞ。私のいいところじゃ今日良かったってことあれしね、うん、あのギョロハンに最後の今年のクリアって言ってメンバーみんなもらったでしょこの間のスタジオで、うんうん、あれをなんか下処理してたけど全然何も作れてなかったの、うん、それを昨日、うん、マロンクリームにしてうわそうで会社持ってってモーニングみんなでパン焼いてそれを塗って食べて美味しい言ってもらえてうわしかも今日の晩ご飯はそのマロンクリームの残りの生クリームで美味しいクリームパスタ作りました。最高です。わあ、めっちゃちゃんとしてるやん。でもさ、私のさ良かったことってさ毎回食にしかないって悲しいよな。いやでもなうちも あえて食を避けたけど、うん、うちも言おうとしとったやつな、うん、たった今食べとったやつがな。あのいつか、うん、いつの日か土井さんを苦しめたあの豆腐ハンバーグに、うん豆腐ハンバーグにあの懐かしいな もやしを一袋足したっていう料理を作ってましたよ。ちなみに、はい、ちなみにやっぱりあん時と変わらず、うん、とんかつソースなんですか。うん、とんかつソースとケチャップ混ぜてます。いや美味しいねんね。美味しいねんけど。美味しいよ。美味しいねんけどあの量あ料理もすごかった。すんごかった量が。あのお腹いっぱいそう豆腐ハンバーグ丼いっぱい差し出された時そこにもやし一袋やろ。うん、いやすごい量や。でもそれは幸せですよね。美味しいは美味しいからね、うん、そうだってしかもこんだけ食べてもヘルシーなんかって思ったら幸せ。そうなのよ、うん、やっぱりね、うんうん、カロリーも控えれるけど、まあうちいつもこんな質素な食材でご飯作ってるわけじゃなくてその前にしっかりチャーハン食べてからこれ食べてるからな。意味があって、あ、そうなん？分からへん。あ、そうそう。あ、そうなの？チャーハン、夕方にチャーハン、お弁当を作ってたチャーハンをしっかりいっぱい食べて、うん、で帰ってきて、なんかやっぱ歌ったらお腹空くから、でもご飯食べたからちょっとヘルシーにしたいっていう思いからのもやしプラス一袋なんですよ。なるほどね。そう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 。だからちょっと、いいと思う。うん、しっかり食べてますけど。なんか自分的にもいいですね、はい、うん、気分が良くなるね食べ物食べないとね。そうですね、うん、もうついに明日になってしまいました九州ツアー。そうですね。どうですか、ちょっと寒くなってきましたけど。なあ一気に寒なったな、うん、さすがにそう上着持っていくわ。持っていきやほんまに。あの短パンだけとかやめやほんまに。そういつもゴールデンに行ってたからさほんま上着とか何もなしで短パン半袖で行ってたけど、うん、そうか今回10月に行くの初めてやなと思って、うん、ちょっと上着と。しかも結構急に寒くなったからほんまに寒いな。ちゃんと持っていくよ。びっくりした、うん、上着持ってる。上着持っとるわどんな人間や上着持ってないといやだってさ結構さ、うん、ギュンってさ、うん、あの北海道行く時とかそれこそ台湾行く時とかもさ、海外ってさなんか、うん、なんか部屋入ったらどこも施設のないめっちゃ寒いね。そうやな、うん、うん、いやでそれを知ってる最後の年とかもそうやったし、うん、もう北海道もやけど、うん、絶対薄着なんよな議論って。あで誰かの上着を、うん、絶対着てるっていう。いや懐かしいねイメージ。確かにやろもう上着持っていかなんか傘持って出かけへんのと一緒で上着
もうなんかいらんの、その先の未来、少し先の未来を想像しない癖があるんよね。雨降るかもしれないとか、もしかしたら肌寒くなるかもしれない、いや今暑いしって、うん、家出る瞬間で判断してますから、うんうん、いやすごいよ、それが本当にうちとギュンとのあの遠征時の荷物の差やと思うもん。私毎回驚かされんもん、まあ私怖いからいつもなんか入れちゃうから、なんかバカでかいもんな、ドエのトートバッグどこでコーターみたいな、バカでかいトートバッグパンパンでさ、何入ってんのかなと思ってさ、いつもさ助手席からさちょっとギュンそのカバンからフーさんのポーチ取ってとかさ言うんやけどさ、いやもう宝探しみたいな、すんごいのよ。突っ込んだわかるやん。いやいや全然思ってるより容量がでかいからさ、全然見つからんの。意外とな、うん。意外と使ってないの。うん。肌着1枚ぐらいなのよ。全部使ってんのよ。すごいな。いやなんか、いやそうお風呂行くかもとか、なんかかもが多いんやろうな。うんうん、うん、なんか寒いかもとか。うわそれほんまないわ、そのカモマジでない。やろやか、うちはギューンがな羨ましいね、いつもめっちゃなんかえこれで行くのぐらいの量やけど、こと足りてるし、なんならえシャンプー持ってきたとかアイロン持ってきたって言ったらギューン持ってることがあんのよ、あの荷物で。あそうそ う, うアイロンは当たり前やん、前髪のセットは欠かせないですからそうやね、だからなすげえなと思って、うん、どうやってあんな密縮させてんやろと思って、うちほんま軽量化に特化した人生送ってるからね、特化してる、ま、うん、もう断捨離もそうやけど、あのね、うん、スケジュール帳は絶対にあのなんていうの、軽いで選んでたしね、今まではもう軽いで、わかる、あ選ぶ時も持ち運び軽いで選ぶっていうね、なるほどね、うん、けどあとさ、うんうん、それで言ったらな、うん、牛もやし、うん、軽量化のプロって私、うん、阿部ちゃんもやと思うの。阿部ちゃんもそうやな、あの人こそミニマリストみたいな顔してるしな、うん、そうやろ、うん、なんか最近は自分たちで行くことが多いけど、うん、あの結成3年ぐらいから阿部ちゃんついてからは遠征も結構一緒に行ってくれてたじゃない。そうね、の時の阿部ちゃんの荷物の少なさ、確かにな、思わへんかった、私ずっと不思議やって、で今思えばそうやな、牛もだんだん、あ気づいた、牛もめちゃくちゃ少なないってなって、うん、そうそうそう、だからうちそんな阿部さん昨日誕生日でしたよ。あ誕生日、阿部ちゃんはね私たちのね、あのマネージャーボスでございますからね。うん、あ今日かな、昨日じゃないかな、今日誕生日ね、そうやな、ゾロ目って言ってたから44歳、おめでとうございます、おめでとうございますね、支えられておりますいつもね、ありがとうございます。なんか阿部ちゃんもうそんな年ないな、で35、6で止まってた、止まってる止まってる、それ思うよな、うん、マジでやっぱバリバリ、ね、やってはる人って若いんよ、もう年齢マジで関係ないもんね、全然そんな風に見えへんもんな、マジ出会った時から何も変わってない、何も変わってへん何も変わってないてかむしろ多分変わりすぎては気づかへんのかもしらん、うん、よく髪変えたりとかさ、痩せたり、あ、はい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 、うん、スッとしたり、ちょっとポジャッとしたり、スッとしたり髪も、うんうんうん、染めたりみたいなさ、そう、うん、ファッションもキングコング西野さんみたいになったりとかさなんか結構変わりやから、うん、そうなんか逆に分からんのかもね、分からへん、うん、なんかちょっとこれを機に初の阿部ちゃんお誕生日で、阿部ちゃんこいつもこれすごいね、いいねっていうところちょっと公開しててもいいんじゃない、このラジオで初めてちゃう、あ確かに、阿部ちゃん500回ぐらいして阿部ちゃんの話するなんて、せっかくお誕生日やしと思ってさ、いやそれはじゃあ今からの時間でも 1,2 分じゃ遅ならへんよ、ね、そんなんはそう、私だから今日それしようかなと思ったけどちょっと追いつかへんかったわなあ、ちゃんトークはね短いですから10分、もうだってほらそうです、ね、あれやから、とりあえず明日からあの九州行くんで、あそうかそうやな、それを言いたかったよな、ちょっと取り直す、大丈夫、ごめん大丈夫、そっちの方があれやな、大丈夫、サクッとね、とりあえず、そうそうそう、でもまあもう明日うちも朝早いから、
うん、まだね言うて準備が全く終わってないんですよね。当たり前ですけど。そうやんな。うん、だからちょっとうちらの、ね、ごめんさい阿部ちゃん、はいはい、ごめんごめん、またじゆっくりな阿部ちゃんのことは次回ね、そうしましょう、来年の誕生日の時にでも覚えといてください。はい、わかりました、私も覚えておきます ねボイラーをあの影からね支えてくれてる、はい、そう大事な存在なんで、もうほんまに、そうです、もうそうそう、うちがなんかまあうちいろいろやんややってますけど、そのねやっぱ手に負えない部分があると、メンバーにもできないところとかを、はい、そうね、やっぱね、うんうん、ツアーでいろいろ知らん土地つなげてくれたりとか、そうですよね、そうそうそう、あとほんまに何やろね、何やろね、まあ結局話そうとしてるけど、何やろね、ちょっとうちがうちがちょっとやっぱね今まで最後の確定の一歩、何やろ、一言をくれるような感じ、うん、うちはもうさ、そうね、うちらはさ、あこれで行きますってなってるじゃない、うん、例えばライブ直前やったりとか、うん、はい、うん、これで行きますと、うん、でその安心材料みたいなものを最後の、ね、言葉をくれるような感じ、うん、その言葉に、ね、なんか言ったらその直前にバーン背中叩かれるような感じ、それに結構今までね、うん、助けられてきたというか、なんかかなり自信をもらってきたよね、そうね、うん、いや覚えてんのはやっぱめちゃくちゃ大事なステージの前に、なんか、なんか一言助言くれって、うん、言ったら忘れたけど、なんかそあの時忘れんだろなんやけな、まあ別に なんもないよみたいな、なんか言っててん、なんか言っててん、うん、なあ、いや忘れたわ、あその時に全部置いてきた、でもなんかほんまなんやろな、あなんやろな、うわちょめっちゃ思い出したい、なんやろ、なんか言っててん、めっちゃ大事なこと、いやこういうもんやな、忘れるもんやな、うん、うわうわ、けど阿部ちゃんはいつもそうじゃない、なんかわからん、思い出せる、思い出せる、いや無理無理、なんか阿部ちゃんいつも最後は、うん、絶対にうちらを認めて、うん、そのままでいいって言いつつ、うん、あそれそんなそんな感じ、絶対に一つうちらに挑戦を貸してくれるのよね、うんうん、そう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 、そう、なんか明確な言葉分からへんけど毎回それをしてくれるっていうすげえ人やなっていう印象、ほんまにそう、挑戦を与えてくれる、うん、なんかその見えてる範囲のことで収まらへん課題を貸してくれるっていうのを昔からやってるから、だからうちらはそれがやっぱ自然と身についてて、なんか物事を考えるときに、いやこれやったらちょっと想像できちゃうなっていう、ワクワクワクが足らんなっていう思考って多分阿部ちゃんからもらってるような気がする、もう一歩先行けるやんっていう、うん、そうそうね、うん、想像できんやろみたいな、うちらもどうなるか分からんけどごめんな行くでこれでっていう思考をくれたの阿部ちゃんなのかもね、もしかしたら、しかも本当にいろんな場所に連れてってくれたなと思うな阿部ちゃんが、そうね、香港も台湾もそうし、土地もあんねんね、土地もあんねんけど、うん、土地もあんねんけど、それこそ全国流通をかけるっていうことなんてうちらだけやったら想像もできなかったやん、自伝とか、うん、ラジオに毎回ツアー先で出るとか、あそうね、そういうつなげてくれたりとかね、そういうこととかも、うん、なんか一つのなんかやり方というか道筋を導いてくれて、うんうん、なんかいろいろなんか多分阿部ちゃんがこう考えてやってくれて、うちらも経験させてもらってそこを行った上でのうん、今なんやと思ったら、うん、それがない今とある今って多分全然ちゃうと思うねやんか、全然ちゃうね、そうそう、なんかやっぱりその経験がないとあるで、確かに経験なんかほんまにいろんな経験させてくれた、うん、そう経験をさせてもらったっていう、うん、うん、すごいそれは思う、大きいステージもそうやし、うん、そう、うん、でそれこそ香港台湾だってそうやしな、うん、ほんまに、うん、そうね、いやなんかいろいろあっての、うん、今のなんかうちらのやり方があるんかなと思ったら、せやな、なんかほんまにありがとうやなと思うのよ、うん、自分らじゃとても拾えなかった材料をたくさんくれた、なんか今仲良くしてるバンドとかともいっぱいおるけど、うん、やっぱねたまに言われんもん、ボイラーって経験値全然ちゃうよなって、そのいろんな幅での
まあ、海外もそうやし、うん、そうそう、うん、なんか普通にインディーズでバーってやってただけじゃ体験できんようなこともなんか細かいところでいっぱいさせてくれたなっていう、うん、ありがたいです、うん、なんか楽しかったしな全部ほんまに。そう、あとうちがやっぱ好きなところはなんかうちらがさ、うん、突拍子もない企画を言った時にさ、うん、普通の大人やってたら止めるよっていうのをさ、うんね、誰よりも面白がってさ、そう、ね、そう50キロ走ってライブしようっつったらいや次100キロでしょとか言ってくるしさ、もう、ね、そうむしろ色つけちゃうみたいな、そうそうそうもっといけるっしょみたいなね、全部おもろがって乗っかってくれるっていうのがバカな大人っていう、うん、いい一番好きなとこだね、最高の、うん、うん、まあ語り尽くせないですけども、まあね、まあその時が来たら阿部第2弾でもやりましょう、阿部、はい、そうですね、うん、やりましょう、とりあえず阿部ちゃんお誕生日おめでとうございます、ございます、これからもお願いします、よろしくお願いします、はい、ほな、明日からの九州、そうですね、九州の方、はい、今からでも来れる方はぜひ来てください、よろしくお願いします、細かく言っとかんでいいですか、あ、チェックしてください、はい、チェックしてください、ツイッター等どんどん流れてますので、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、ほな、みなさん、みなさん、わさこらさっさっさ